皆さんこんにちは、クロウです。クロウのフクロウ日記ホビー、早速始めていきたいと思います。今回2回目の投稿になりまして、前回が初投稿のガンプラですね、 HGUC のジムのご紹介をいたしました。今回も引き続きガンプラのご紹介をしたいと思います。今回はこちらです。じゃん。機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズよりガンダムバルバトスルプスの HG になります。はい、今オルフェンズもですね、第2期が始まっていてですね、現在第5話が終わったところになります。地球支部の代表にですね、チャドが決まりまして、その中でですね、大きな事件が起こってしまってですね、チャドと、まかないさんがですね、2人負傷してしまったことでですね、もしかしたら戦争になってしまうんじゃないかというような状況で、連絡が火星と地球で取れないまま団員が混乱に陥っているというような状況ですね。第2期の中でですね、最初の大きな転換期になったんじゃないかと思いますので、第6話以降もですね、見逃せないような状況だと思います。今回ですね、僕は第2期が始まるにあたりましてですね、第1期もう一度ですね、見直したいなと思ってですね、よくですね、Amazon の買い物をするんですけれども、その Amazon のサービスで Amazon プライムビデオというのがあってですね、Amazon のプライム会員ですね、年間ですね、会費が3、4000円ぐらいなんですけれども、通常の Amazon の買い物で送料が無料になったりするサービスがあるんですが、それに加えてですね、Amazon プライムビデオというアプリを使うことでですね、その会員の方はですね、アニメとか映画や、ドラマなどもですね、無料で見れたり、いくらかでですね、レンタルすることができるサービスがあるんですけれども、それを使ってですね、今オルフェンズが第1期の1話から25話まで全話無料で見れたので、改めて見返してですね、今オルフェンズ第2期に臨んでいます。皆様ご覧になってますでしょうか。今ですね、すごく、ワクワクしながら、ハラハラしながらですね、また団員が死んでしまうんじゃないかと心配しながら楽しんで見ています。では早速中身を見ていきましょう。はい、では中身ですね。中身はこのようになっています。ランナーが3枚、色分けされてない黒っぽいランナーと、そして赤、黄色、青が入ったランナー、そして白、真っ白のですね、ランナーが入っています。そしてポリパーツとシール、そして説明書があります。はい、説明書はですね、いつも通り機体の説明がこちらに、そしてパイロットの説明が入っています。三日月なんですけれども、最後のですね、一期の最後の方で、アレア式システムをですね、フルに使ったためにですね、その支障でですね、右目と右腕が使えなくなってしまいました。ただですね、アレア式システムでバルバトスとつながっている状態だけはですね、その右目も右腕もですね、使えるというですね、状態になって、第2期のストーリーが始まっています。バルバトスにしてもですね、最後の方で結構壊れてしまいましたので、テイワズのですね、方でオーバーホールをされてですね、回収されています。なので姿もですね、第1期の頃と比べると変わりまして、第6形態ですね、第1期の第6形態のような形で、足もヒール状になったり、腰のスラスターもですね、ついた状態になっています。ルプスという名前もですね、テーワズのですね、工房の方で付けられた新しい名前ということで、三日月はですね、別にルプスとは呼ばずにですね、バルバトスはバルバトスだということで変わらずに載っています。はい、こちらがキットの特徴ですね。武装も、普通のメイスからですね、ソードメイスに変わっています。普通のソードではですね、なくて、ちょっと分厚めのザンバ刀
のような形ですね、叩きるというような形の、三日月の好きなですね、近接戦闘に近い適したですね武装になっています。はい、こちらにはですね、キット紹介ということでですね、HG144 分の1モビルスーツオプションセット5&鉄火弾モビルワーカーのですね、作例が載っています。中身はいつもの通り組み立て図ですね。こちらはカラーになっています。では早速作っていきます。はい、完成しました。今この状態は、フレームとそのアーマーパーツに分かれています。説明書の方ではですね、フレームとですねアーマーは一緒にですね作っていくという組み立て方なんですけれども、今回はですね、その段階を踏まずにですね別々にですね作ってみました。一応ですねガンダムフレームも再現というほどではないんですけれども、特にこの胸のあたりなどはですね再現率は高いかと思います。シリンダーとかはですね動くわけではないんですけれども、ダミーの状態ですが造形としてはですねちゃんとガンダムフレームが作られています。ではですね、こちらをまずフレームを見ていきましょう。はい、フレームとしてはですね、ここの胸のところが前後に動いたりしますね。各関節はですね、よく動くんですけれども、シリンダーとかそういった連動の動きというのは特にありません。腰もですね太もものあたりや膝もですねよく動くようになっています。膝も二重関節ですね。腕もしっかり動きます。ちょっとフレームの状態ではですねこのようにいろいろパーツが外れやすくなっていますけれども、 HG でもガンダムフレームを一応再現することができるようになっています。ではですねこの後はこのパーツをですねはめて、バルバトスループスを完成させていきたいと思います。まず足の方から組み立てていきます。つま先ですね、こちらに差し込んでかかとを合わせてきます。左も同じように。で、両足できました。では今度はフレームの方に合わせてつけていきます。パーツも付け終わりました。
ちらが完成状態です。武器は説明書にあった通りソードメイスと、あとは武器の持ち手左右ですね。そしてバックパックのジョイントとスタンド用のジョイントになります。ぐるっとスタイルを見ていきましょう。こんな感じになっています。大きく変わった点はやはり足のヒールですね、かかとの部分や腰のスラスター、そして肩の形状も変わっています。はい、それでは次にサイズはですね、サイズ比は違うんですけれども、以前のバルバトスと今回のバルバトスループスの各所を比較していきたいと思います。こちらはですね、バンダイのネクスエッジスタイルというですね、完成品フィギュアのバルバトスになります。 SD タイプですね、三等身タイプのバルバトスになります。ちょっと大きさはですね、サイズ比が違うので変わるかと思うんですけれども、ちょっと以前の形態と今回の新しいループス比べていきたいと思います。まずやはり顔も大きく変わっていますね。角の形状、そして額の青いパーツですとか、後頭部の方も白いパーツが増えたり、顔の側面のパーツもだいぶ変わっていますね。はい、で肩やはりですね、大きく変わっています。ループスになってから鉄火弾のマークが入ったりですね、していますね。はい、腰の方は、ループスの方はですね、第6形態にあったようなスラスターがですね、新たに追加されています。そして足はですね、以前の形態は足はぺったんこですね、地べたについたような状態ですけれども、ループスの方は第6形態の名残のような形でかかとが高めの状態になっています。こちらのネクセージスタイルの、バルバトスの方も今後またレビューしていきたいと思いますので、こちらまた後日お楽しみにしてください。ではこの状態で、可動を見ていきましょう。まず頭はですね、ボールジョイントですので左右にはよく動くようになっています。ただこの首のですね、襟のようなものがあるので、しっかり360度回すということはできないですね。上下は上下を向く程度ですね、反り返るようなことはちょっとできないです。では次、胴体。胴体は腰から左右に回るようになっています。そして、フレームでですね、上下のスイングができたんですけれども、これも今回は若干ですね、ちょっと後ろの方が若干突っかえるような形ですので、あんまり動くわけではないですね。のけぞったり、かがんでみたりするようなことはあまりできなさそうです。はい、では腕ですね。では根元にですね、引き出し式、若干ですけれども引き出し式の構造があるのでよく動くようになっています。水平に上げることもできますし、肘は90度以上ですね、100と120度ぐらいですかね、まで曲がります。垂直方向にも360度もあります。そして肩のアーマーもですね、ここのパーツを引き出してこのように動かすこともできます。
なので若干もうちょい上に上げたりもできます。はい、腰ですね。スラスターはジョイントで前後に、そして上下に若干動きます。でもちょっとここは外れやすいかもしれないですね。で、前だれなんですけれども、今回こちらちょっと加工をしていまして、通常はですね、この左右のパーツが このようにですねくっついていたんですけれども、これを切り取ってですね、削って瞬間接着剤でちょっと太らせてからはめることによって左右別々に動かすことができるようになっています。けれども、はい、前だりに関してはですね、ここまで上がりますので、足も思いっきし90度前に出すことができます。足は前後にですね、このように大きくスイングすることもできます。横へもですね、ちょっとスラスターを動かしてあげれば90度とはいかないまでも80度ぐらいまでは動いたりできます。膝は90度は上がりますね。二重関節になっていますので、ゆっくり大きく曲げることもできます。はい、そして足首ですね。足首はここがボールジョイントと、ここがスイングができるようになっています。かかとの方は動きはないです。ちょっとスラスターが外れやすいですね。次にですね、このソードメイスなんですけれども、このソードメイスは背中のバックパックのここのジョイント、どちらにでもつけることができます。マウントさせるとこういう状態です。では、武器を持たせてポーズをとっていきましょう。はい、アクションシーンはこんな感じでしょうか。持ち手ですね、手首にも角度があるものがあるので、武器のですね、表情付けもつきやすいかと思います。足首もですね、ボールジョイント、足首がボールジョイントになっているのと、あとここに、足首がロールするようになってますので、かなり接地性は高いので、劇中のですね、バルバトスの激しいアクションシーンっていうのを再現しやすいかもしれないです。ちょっとポロリが多いですので、ちょっとそこは気になるところではありますけれども、こちらバルバトスルプスですね。そして今回ですね、これとは別にまたちょっとご用意いたしまして、こちらですね、じゃん、先ほど説明書にもあったですね、モビルワーカーと武器のセットですね、オプションセットを用意しています。モビルワーカー、鉄火弾のモビルワーカー、こちらですね、これも144分の1でしょうか。そしてツインメイス、そしてバスターソード、それからロングライフルと、胸部の200ミリ砲ですね。これはルプスが登場シーンでつけていたものになります。あとはこちら、バルバトス用の平手というか、ちょっとグワッとしたようなパーツになっています。これがセットでついています。ちょっとこれも
合わせてアクションを取ってみたいと思います。はい、以上、モビルワーカーと、武器セットを使ったアクションですね。やっぱりバルバトスは自分のようなですね、量産機をバッタバッタと倒していくですね、姿がとても似合うかと思います。まだですね、第2期始まってからですね、そんなに、戦闘シーンというのはないんですけれども、今後ですね、第5話終わりまして、ちょっとですね、また大きな戦いに巻き込まれていきそうなので、バルバトスのですね、戦闘シーンというのも期待できるのではないかと思います。はい、今回のキットはですね、HG シリーズということで1000円弱のキットにはなるんですけれども、頭部などですね、特に細かいパーツなどもですね、部分分けされたり色分けがされていたりしてですね、とても、細かな、いいキットになっているかと思います。稼働もですね、ガンダムフレームがあるということでですね、十分な稼働もできますので、劇中のですね、シーンも再現するところがですね、かなり多くできるかとは思います。ただフレームにですね、パーツをつけていくというところではありますので、さっきですね、スラスターが落ちたみたいに若干ポロリが多いかもしれないので、そこら辺はですね、補強をしていくとですね、いいかもしれないです。今回はですね、パチ組で、スミレですねとシールを少しだけ貼っていますけれども、とてもですね、仕上がりが良くてですね、十分にかっこいい、いいものだと思います。はい、以上でですね、今回、機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズより HG シリーズガンダムバルバトスルプスのレビューになりました。皆さんで、今回のレビューに関するご意見ご感想よろしくお願いいたします。お待ちしています。それでは第2回の動画投稿となりました。さよなら、バイバイ。